または、ミルクグロッド、聖母、マリアのホラーナ、聖母の父の洞窟礼拝堂は、1872年に、建立された、パレスチナヨルダン川西岸地区のベツレヘムにある、ローマカトリック教会の礼拝堂である。古来この地は、キリスト教徒の巡礼の中心地の一つであった。フランシスコ会の聖地信託事業により、マリア病と修道院ともども、その建立以来維持されている。 現在のカトリックの礼拝堂は、かつて5世紀頃にビサンティン教会があった場所に1872年に建てられた。古い教会はモザイクの床のほんの一部が残っている。キリスト教の伝承によれば、エジプトに逃れる前の聖家族がヘロデ大王による幼子の虐殺の間、この場所に避難していたという。聖母マリアの胸から、 父が一滴ホラー穴の床に落ち、そこが白く染まったという物語にこの名前は由来する。この空間は三つの異なるホラー穴からなり、夫婦間の不妊の癒しを期待する巡礼者が訪れる。ありがとうございます。